世話になる斉藤康さんという方は、はいはいはい、あんまり兄や私のこと知らないと思うんですよね。多分知らないですね。だからどっちが友之助かっていうのも多分わからないと思うんで、はいはい、だから正之助がどうも斉藤さん友之助です、よろしくお願いしますって言ったら案外騙せるかもしれない。いけるかわかんないですね、もしかしたら。行きましょうか。斉藤さん騙せるかどうかやりましょうか、了解です、わかりました。ピンポン騙しの術、騙しの術あるじゃない、行きますかね、もしかしたら、やってみましょうか。斉藤さん知らないからね、あんまりね、僕らのことですね。だからどっちが正之助でどっちが友之助って多分根本だけじゃ多分判断つかないと思うから、う、ね、やりましょうか。だからちょっと騙してみようか、やってみましょうか、ね、これって何になるんやろうね。何になるんやろ、なりすましの術、だましの術、だましの部類はだましの部類と思うんですけど、分身の術、分身の術か、リアル分身の術、リアル分身の術、リアル分身の術だ。これを兄弟でできるんじゃないかな、今日どういう検証で斉藤康さんをだましつつ施設を楽しんでいこうと。ああ、いいですね、行きます、わかりました、頑張ります、はい、お願いします、はい、了解でしょう、了解しました、はい。